新刊何が何でも長編小説が書きたいダイジェスター発売中鈴木喜一郎作家日記今日のテーマはプロになるために実は文才はあまり関係ないよ問題今日は雑談ですえっとまあ態度の通り意味と プロになるために実は、文才ってあんまり関係ないよねっていう。うーん、まあ、そんな話です。えー、っと、そう。昨日ちょっと、あの、事情があって、諸般の事情でこう、えー、っと、うちの受講生って何人ぐらいデビューしてるかしてたっけっていうのを、チェックしてみたら、うんと、 13年間で19人、<laughs> えー、えー、自称デビュー、自称かデビューしてるかあ、してるっていうのが分かったので、すごいな受講生が。俺がすごいわけじゃないな。<laughs> まあいいんだ。なの、名古屋で2年やって、岐阜で11年やってる、やってて、まあそういう具合なので、で、それだけ見てて、 その、いや、まあ、ええー、実感だよね。えっ、ー、と、まあ、あんま文章、文才って関係ないとは言わない。ただ、優先順位はそんなに高くないよね。他に、要求される、その才能って、まあ、 いろいろあります。例えば、健康管理だとか、時間管理の才能だとか、あと、まあ、社会性の才能だとか、あと安定した収入を確保する才能だとか、まあ、そういうものは要求されるけど、そういうものの後ぐらいだよね、っていうのが実感なので、 っていうことです。あの、まあ、ぶっちゃけた話はしよう。うちの講座の受講生で、その、文章についてチェックすることって、ほぼないです。あの、めったにないっていうか、まあ、ほとんど、まあ、ゼロに近いかな。ん,んで、こう、日本語がおかしい といいうケースはないです、えっと、読みにくい文章を書いてくる人がいる。それはいる。でただ、文章について、読みにくい文章については、これ、個性なので,で、まあ、うちでは直さないです、まああの。添削して直す人もいるけれど、いや、文章をいじってると、まあ、本人の個性消しちゃうだろうから、まあや,めまあ、やめとこうや。 ただし、その、内容がわかるようにはしようねっていうことはあります。で、で、大抵の場合っていうか、ほぼ100%、文章がおかしいから何が書いてあるかわからないっていうことは、ほとんどないです。ええー、ただし、これって何が書いてあるかわからないよねっていうことは、かなり多いです。 で、これはなぜそういうことが起こるかっていうと、それは文章の問題ではなくて、まず第一に著者がその文章で何を伝えたいか自分で把握してないっていうこと結構あります。ええー、と、そう、このポッドキャストを聞いている諸君はうすうすわかってる、気づいてるだろうけど、このポッドキャストってちゃちゃっとこう思いつきを過剰側に出禁したメモだけであと喋ってるので、そうするとほら、 このポッドキャストってさ、あの、よく、おあの、木一郎何言ってるかよくわかんねえよってことあるでしょそれと同じことです。つまり、その、こう、著者が何を書きたいのかっていうことを書きながら考えてると、それは読者には伝わらない。あと、もう一つ、あの、何を書いてやるのか。日本語は、 間違ってないのに何が書いてあるかわからないっていうケースとしてはそのシーンを書く場合だと著者がそのシーンについてどんなものをどういう状態なのかっていうのを思い浮かべて思い浮かべずに書いてるあのほら夢見る時にさ 5W1H ってぐちゃぐちゃじゃない結構、まあ、あの状態ね夢とか妄想とかっていうのはさ その位置関係とかに矛盾があったらは別にあんま関係ないでしょで、あれ、そういう状態で文章に起こすので、そうするとこっちに触らないのよ。えっ、ー、と、こう、やっぱ、い、あのね、例えばその場所だとかそういうものの位置関係っていうのは、フィクションについては矛盾がないので、だから誰がどの場所にい,い,いるのか、 でそこの場所ってどのぐらいの広さなのか広いとこと狭いとこあ例えば同じ舞台でもこう、うん、落語やってるような割とあの小ぶりの舞台とそれからあバレエだとか演劇だとかオーケストラが乗っかるような 舞台とでは舞台の広さが違うでしょ同じオーケストラでも室内楽と、もう、フルのオーケストラ、えー、バッハとマーラーではさ、使う楽器も違うので、当然さ、舞台の広さも違うけど、えー その舞台なのか、セーターとライブハウスなのか、ライブハウスにしたってじゃあどのぐらいのライブハウスで客席どういう状態なのか、こう、パイプースに並べてるだけなのか、そういうことっていうのがさ、こう、著者把握しないまま書いてるから、そうするとさ、いや、これって舞台、どのぐらいの広さなのか伝わらないよな、っていう、あの、 結構そういうことあります。で、それって文章じゃないよね。<laughs> で、あの、文章に関して言うと、読んで意味が分かればさ、それだッ OK。だけども、つまり、著者が頭の中に把握してあるものを読者の方に再現することができなければ、それはどうしようもない。で、文章ってのはあくまでもテクニックなので、 んで、文章が読みにくくても面白い文章というのはとてもよくあります。これはどういうことかというと、著者に伝えたいことがある。それから、あと、著者に伝えたいことがあるんだけど、内容が複雑なもの、ことね。そう。この間、この間っていうか、昨日、あの、プロジェクトヘイリ、ヘイルメアリうー読んだんだんだけど、あまあ、 あの、DTL に関して言うと、まあ、ややこしいので、結構、何というかよくわかんないので、すっ飛ばすんだけど、でも面白いんだよね。あら、なぜかというと、それは複雑なことを伝えようとしてるから、それはこちらのキャパシティを超えているので、ええー、だから難しい。でも面白いんだよね。うんで、あと、 シーンの 5W が複雑なものね。<laughs> そうそう。これもまたプロジェクトヘルメアリーになるな、話なんだけど、えっ、ー、と、位置関係よくわかんねえよな、っていう、こう、こう、宇宙空間で、えっ、ー、と、んと、まあ、カプセルの方向がちょいちょい、まあ、初犯の事情でもう向き変えたりとかすると、んで、もう一人の登場人物が、まあ、また、 ややこしいので、うーんで、こう、そうするとよくわかんねえよなっていうような <laughs>、風なんだけど、でも面白いんだ。なぜかというと、著者が把握してて、こちらがその著者の頭の中のキャパシティについていけないだけなので、えー、です。だから、 著者が把握しているかどうかということと、著者が把握してないかどうかということで、分からないことについても、やっぱりその差が出てくるのでね。だから、まあ、あの、まあ、そういうことがあるので、まあ、あと、そうそう、あともう一つあるのが、あの、う著者がもう、とにかく、こう、伝えたいね、き 伝えたいいととう気があることね「野坂昭之」って言ってもうみんな知らないだろうけど「蛍の,の墓」って言って分かるだろう「う野坂昭之」っていうのは「饒舌祭とかっていう言い方をするんだけどもうとにかく丸が少なくてひたすらもうこれでもかこれでもかってくらいずっと一つの文章が長いんだけどあれ読みにくいんだよね。えでもあの今は 新長文庫で出てるかな「蛍の墓と」とあと「アメリカひじき」っていうそういう,う確か一冊になってると思うんだけど蛍の墓まああのー、宮崎駿のアニメで、えー、スタジオ宮崎駿だったかなスタジオジブリのアニメですっかり有名になってるけど原作を読んでみてください。非常ににに読みにくいいし一度でなななかか頭に入っってこないけど、まあ、やっぱり 癖になりますあれはやっぱりその野坂昭之のあの時のあの何とも言えん悔しさと物悲しさを何とか伝えたいんだっていうのはまあ伝わってくるからねっていう偉そうだなすごいね昭和の文言に向かって何てことを言ってるんだろう <laughs> まあそういうことがあるのでね でまあそういうものを見るにつれやっぱりこう文章をいじるのっていうのはそのまあおこがましいといえばおこ,ましおこがましいよねただし分かるようには書けっていうことはあるんでまああのまあ文章文才って本当に まそん、必要ではない。そんなに必要じゃないよね。っていうのが、まあまあ、今までいろんな受講生を見てきた実感です。で、まあ、下手でもプロになれるよね。っていうことは間違いないです。で、文章はね、うんと、うまくなります。あの、で、文章と取材力だけは確実に努力でうまくなるので、それは、 あの確実に上達する分野なので、でまあ、文章はほっときゃいいっすよっていうのが正直なところです。あの、まず分かりやすいように書く。ただ、一つ言えるのは、その、こう、受講生とメールのやり取りをしているとき、うん。この、これがね、えっと、そう、あそう中学校のとき、中学校や小学校やあの高校のときに、 いや、文章うまいねって言って学校の先生に褒められて、で、それで舞い上がって小説家を目指しましたっていう人って結構いらっしゃるんだけれど。えっと、で、実際問題こう、メールを送って起こして、身の回りの話を書いてくる人で、うまいなっていう人って結構いらっしゃいます。うんで、うん。 上手いなっっっっててていいうことって方って結構いらっしゃるんだけれどじゃあそれでじゃあ長編書くのがうまいかって言うと長編になるとうんとーマ見失ってるよねとか長編になるとあんなに身の回りの描写がうまいのにいや長編で長いスパンの作品を書こうとするとガタガタになるよねっていう人っていうのはまあ 割といます。割といらっしゃいます。うん。それはいる。だからそういうのを見ると、まあ、文才と作品の構成力とは別のもんだなっていうことは思います。ただし、あの、その逆はないよねっていうことはあります。あの、やっぱ、あの、こう、 ちょっとメールをこう一本送って、そのお、原稿の進捗状況とかっていうの、このぐらい原稿進みましたとかっていうメールが、まあ、来るわけだ。受講生から。で、来るんだけど、その、何枚書きましたって、それだけで終わる人って、意外と講座をやってても、結果はだ、結果が出ないし、それからと、おお続かないっていうことはある。 あの、プロになる人っていうのは、例外なく身の回りのことって書くよねっていう、ちょっとか一言書く、そいたりとかってするよね。んで、まあ、これは要するにさ、身の回りのことにそれだけ気を配ってるかどうかっていうことと、読む相手にも読まれるような工夫ってどういうふうに 読,まれ読んでもらえるかとか、自分の身の回りのことってこういうふに、こういうことあ,るあったんですよ、なんていうこと伝えるかどうかって結構まずその細部のディテールの爪がそれができるかどうかって結構大事だよねっていう、まあそういう、ことはあります。 まあ、プロになるような人っていうのは例外なく筆豆だよねっていうことは確かだよな。うんえ。この番組へのリクエスト、番組への番組のお題、皆様からのお便り、ご質問を募集しています。マシュマロという匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。 鈴木貴一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこに行っても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝接賞、オールオモの新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube をキーステーションにサウンドクラウド、アッ Apple キャスト、 Google Podcast、Spotify などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、えー、今日の鈴木喜一郎作家日記、そんなところで、ではではでは。